四方に分かれ、ヒルダのいるワルハラ宮殿を目指す聖夜たち。だがそこにはヒルダの忠実な戦士である七人のゴッドウォーリアが待ち受けていた。氷河の前に現れたのはヒルダに最も忠誠心厚き男、ハーゲンだった。俺の相手としてまずは合格だ。お前は人呼んで北欧の荒くれ馬、ベータ星メラクのハーゲン。待っていたぞ氷河。フレア様に余計なことを吹き込んだ張本人め、このハーゲンが成敗してくれる。何、フレアに？ヒルダ様のたった一人の妹をたぶらかし裏切らせた前の罪、死してもあまりある。ヒルダ様に代わってこの俺が氷の大地に葬ってやる。そううまくいくかな。偉そうに。男の勝負に言葉は不要。俺と出会った不幸を呪うがいい。ファイト！ユニバース！なんと攻撃力こそ、それがゴールドセントに勝るとも劣らない。このハーゲンと何を相対していられるかな。ダイヤモンドダストハーゲンは後悔先に立たずという言葉をお前に送ってやろう。オーロラサンダーズアタック。俺に狙いをつけられて無事に生きながらえた奴は残念ながらこれまで一人もいないのだ。だったら俺がその最初の人間にさせてもらおうか。口が達者な奴だぜ。ハーゲン、お前のオーディーンサファイアはこの氷河がいただく。何、オーディーンサファイア？地上、そしてヒルダを救うため、そうするしかないんだ。これ以上フレアに悲しい思いをさせる。フレアの名前を気安く呼ぶな。はい、あの顔よ、ダイヤモンドダスト。クリスタルセイントを通じアクエリアスのゴールドセラー。クールイナー、クールに徹して敵を撃つ。氷河、俺のオーディーンサファイアが欲しければ腕ずくで取ってみろ。待て、逃げるのか。こんなところに、こんな場所が。ハーゲンのやつどこだ。待っていたぞキグナス。雪と氷のアスガルドに唯一残されたこの灼熱地獄がお前の死に場所だ。ハーゲン、俺の話を聞け。お前は俺がフレアを連れ去ったと思い込んでいるようだな。それは違う。フレアがワルハラ宮から出たのは彼女自身の意志だ。まさか。アスガルドに起こった異変を探るべく潜入した俺はあえて囚われの身となり牢獄につながれていた。そこで制裁を受けていた俺をフレアが救い出してくれたのだ。デタラメを抜かすな。あのお優しいフレア様が自分の意志でヒルダ様を裏切るなど。デタラメではありません。フレア様、こんなところにいたんだね氷河。キキ、お前はテレポーテーションでフレアを。うん、二人の戦いを止めたいって聞かなくてさ。ハーゲン、私の話を聞くのです。お姉様は以前の優しかったお姉様とは別人になってしまったのです。全ては左手にはめられたニーベルンゲンリングによるもの。お願い、お姉様を助けるためにあなたの力を貸して。フレア様、あれほど仲のよろしかったヒルダ様に対してそのお言葉はあまりにも無体な。それほどその男にかわいそうなフレア様。ハーゲン、違うのです。幼い頃から私たちに仕えてきたあなたなら私の気持ちを分かってもらえるはずです。あなたは氷河にたぶらかされているのです。俺たちを
あまねく陽光を降り注ぐ地に導いてくださるというヒルダ様の御心にベータ星メラクのハーゲンは準じる覚悟です。それはお姉様の言葉ではないのです。ハーゲン、ハーゲン、フレアの言う通りなんだぞ。黙れ、全ての元凶はヒョウガ、お前なのだ。お姉ちゃん下がって、二人の戦いに巻き込まれるよ。男の勝負に言葉は不要。俺と出会った不幸を呪うがいい。ファイト。ユニバース。愛する妹に裏切られ、ヒルダ様もさぞお嘆きのことだろう。貴様こそ万死に値する男よ。違う、ヒルダこそ地上に脅威をもたらす邪悪の戦いを仕掛けてきた張本人なのだ。まだほざくか。それにしてなんでこんなに来た。ここは常に常識を超えた温度なのだ。波の人間なら5分で息が詰まる。特にキリス、シベリア育ちのお前にはこの熱さは応えるな。俺の帽子は限界まで高まる。青春戦術に目覚めさせてくれ。ダイヤモンドダンス。あなたの剣を平和のために使って、お願い、悪のために剣を磨いてきたのではないでしょう。フレア様、実の姉のヒルダ様を信じずに、まだヒョウガなどのヒルダスのフォース、オーロラサンダーアタック。降りつく。シナクールに徹して敵を撃つ。ちょっとお姉ちゃん、やめて。ハーゲン、フレア様。ハーゲン、私を信じて。フレア様、どいてください。どきません。ヒョウガ、お前が心底憎いぜ。やめろハーゲン。俺はヒルダ様のゴッドウォーリアーだ。フレア様、どいてください。どきません。まず私を撃ちなさい。フレア様、フレア様、ヒルダ様のために死んでください。グレートアーデッドプレッシャー。うわっ。フレア様、お姉ちゃん、ヒョウガ大丈夫？ヒョウガ、これが最後だ。ハーゲン、フレアの思いを無にしたお前の罪、死してもなお余りあるぞ。何を呼釈だ。俺のコスモよ、限界まで燃え上がれ。グレートアーデントプレッシャー、オーロラエクスキューション。なに、うわー、クレア様。お姉ちゃん、キキ、虚しい戦いだな。それぞれに分かれ、ゴッドウォーリアたちを迎え撃ちながら進む聖夜たち。シュンもまた雪に埋もれた廃墟を通り抜け、ワルハラ宮を目指していたが、どこからともなく流れてきた盾ごとの音色に足を止めるのだった。なんて美しい曲なんだ。美しく、それでいて悲しい。誰かいるんだろうか。でも僕のチェーンはまるで動かない。私の曲が気に入ってくれたようだね、アンドロメダ。あなたは？エータ星ベネトナーシュのミーメ。この曲は君のためのレクイエム、いわば死の序曲というわけだ。ベネトナーシュのミーメ。私には君の心が手に取るようにわかる。君は戦いを好む男ではないらしい。だが一つだけ忠告してあげよう。その優しさが今に必ず自らの墓穴を掘ることになると。残念だけど、僕にはアテナを救い
この地上を守るという役目がある。その目的を果たすまで死ぬわけにはいかない。もしあなたが邪魔をするというなら戦うまでだ。メデュラチェーン。僕のチェーンが戸惑っている。そんなはずは。気がつかないのか、アンドロメダ。君のチェーンは殺気を感じた相手には敏感に反応し強力な武器となる。だが必ずしも相手が殺気をみなぎらせているとは限らない。このミーメのように。どうしてもというなら仕方がない。行くよ。私には君の心が手に取るようにわかる。はい、と君はもう逃げられない。ミーメには攻撃だ。ミーメの矛盾もない。やるどころか深い悲しみに満ちたコスモスを感じる。所詮君にはこの私が倒せない。君のチェーンが示すように君自身が戦いに向いていない。アンドロメダ、この地上はそれほどまでして守るに値するものか。君の考えている邪悪や戦いのない平和な世界が本当に来ると信じているのか。この人はやはり違う。今まで戦ってきた相手とは全く違う。まるで僕の心の中を見透かされているようだ。なぜこれほどまでに強力な剣を放つ人に殺気を感じないんだ。まさか。それがレクイエム。先ほどの調べで僕の神経を剣幕し自らの殺意も消してしまっているのだ。よくそれを言った。それだけじゃない。チェーンが反応しないのは先ほどの幻覚だけが理由じゃない。僕はあなたを敵として憎めそうもない。だからといって躊躇している時間はないんだ。どうしてもあなたが僕の行く手を塞ぐというなら戦うしかない。この私の全力を持って君を葬ってやる。そんな攻撃では。レギュラチェーン。そんな攻撃では。レギュラチェーン。君は本当に敵を憎まずして倒せるとでも思っているのか。甘いぞ。そんなことが可能なのは実力に数段の差がある場合だけなの。黙れ。必ずあなたを捕らえてみせる。行け。ジェーンよ。ネビラチェーン。ネビラチェーン。黙れ。ネビラチェーン。死ぬ。なぜ誰も答えてくれないの。僕たちの戦いは一体。アンドロメダ、そんな攻撃では。君が戦いをやめることができるのは君が死んだ時しかない。トリンガーレクイエム。無駄だよ。ここだ。エビラチェーン。ウィナー。僕の力だけではここまで来れなかった。ミーメ、あなたは心の底では人を傷つけたりしたくない。戦いを望んでなんかいないんじゃないか。ただあなた自身気づいていないだけかもしれない。言い残すことはそれだけか。ならばこれで終わりだ。さらばだ、アンドロメダ。誰だ。フェニックス一騎。兄さん、やっぱり来てくれたんだね。ミーメ、シュンの言った通り、お前の剣は何か違う。剣そのものは強力な殺人剣であっても、なぜかお前のコスモの底から殺気を感じない。私から殺気を感じないだと。私は自らの剣によって我が父を殺した男なのだぞ。なんだと。私の父フォルケルはアスガルド一の勇者と称えられていた。だが私は幼い頃より一度も愛情を受けたことはなく、それどころか厳しい訓練で日々責められ孤独だけが友だった。だが私はある日知ってしまったのだ。かつてアスガルドが隣国との戦いに巻き込まれた時、フォルケルがある戦士と戦い傷ついた夫をかばおうとした妻をも情け容赦なく殺してしまったことを。このミーメの実の父と母を
ホルケルを殺しても私の憎しみは消えることはなかった。ますます燃えたぎる憎悪を自らの剣に託し、戦いのみに生きてきたのだ。それでも君は私から殺気を感じないというのか、フェニックス。似ているな、昔の俺に。何？俺もかつて全てに憎悪の炎を燃やし、この剣アテナにすら向けたことがあった。だがその時は俺自身にも分からなかったが、心の底では何かに飢えていた。何かを愛し信じたいと願っていたのだ。今のお前のようにな。ふん、弱いことを。お前はそれを認めたくないだけなのだ。それ以上喋るな。この線を越えると死ぬぞ。私には君の心が手に取るようにわかる。はいと。おやろ、おやろ。初めてお前から殺気を感じた。それほどまでにこの俺が憎いか。だが万が一この俺を倒したところで、その憎しみが消えるわけではないのだ。ミーナ、お前自身が一番よく分かっている。何？お前が本当に憎んでいる。まして父フォルケルでもない愛する父を殺してしまった自分自身なのだ。黙れ、勝手な方法を選んで。君はもう逃げられない。おやろ。君はもう逃げられない。テイショー、君はもう逃げられない。およく、テイショー。ミーメ、潔よく自らの罪を認め、あの世の父に詫びよ。そして君はもう逃げられない。祖国アスガルドを救うためにこそ戦え。それがお前の父オルケルの望みではなかったのか。あの時のように究極にまで高めてみせる。燃えよ俺の小僧よ。お前の全身兵を身によりられた究極の小僧ヘブン全身兵よ。君が不死鳥ならば、君はもう私は狙った獲物は必ず居落とす必殺の狩り。君の一族へ送る曹操曲レクイエムを奏でてやるとしよう。レクイエム、およく手を出すな。君はもう逃げられない。君はもう逃げられない。ミーメ、テイショー、必ずこの俺が倒してみせる。およく、およく、テイショー。君はもう逃げられない。ストリングレクイエム。英雄、ミナ、どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックス幻魔剣。なるほど、これが幻魔剣か。私の盾ごとの調べと同じく幻覚作用を持つわけだな。だが私はこんなものにごまかされはしない。一つだけ言っておくに、それは幻覚などではない。お前の心の底に眠る確かな記憶だ。何？では、ホルケルは父や母を見逃そうとして父に襲われ、やむなく殺すしかなかったというのか。嘘だ！やめろ！やめろ！バカな！こんなことが万一本当だとしたら、私は今まで一体私としたことは。お前は愛する父を自分の手で殺した罪を恐れるあまり、父を憎もうとしているのに過ぎないのだ。だがお前は心の底で今でも父を慕い愛しているのだ。ひょっとしてホルケルはこのミーメがゴッドウォリアとしての宿命を持っていたことを悟っていたのか。そのためにあのような厳しい訓練を私に、この私に愛する祖国アスガルドを託して。
ならばフェニックスよ、君の言うことが本当かどうか確かめてみたくなった。ミーメから殺気が消えた。でも前よりもさらに強大なコスモを感じる。憎悪は失せて、代わりに凄まじい気迫と闘志に満ち溢れている。よかろう、来い、メイメよ、チェーッ。父さん、ミーメは間もなくあなたのそばに行きます。私はゴッドウォリアーとしてあなたの意志を継ぐことはできませんでした。しかしこのフェニックスたちが必ずアスガルドを、この地上を守ってくれるでしょう。頼んだぞフェニックス、そしてアンドロメダ。オーディン・サファイア。シュン、聖夜たちが待っているはずだ。俺に構わず先へ進め。でも行くんだシュン。12球の時にも約束したはずだぞ。何が起ころうと俺たちは決して後ろは振り返らんぞと。うん。